休憩前に引き続き会議を開きます。質疑並びに一般質問を続行します。20番中川裕子君。それでは質問を行います。大きく分けて3項目質問いたします。まずはじめに公共交通政策についてお聞きします。岐阜市は自動車から公共交通また自転車徒歩で移動できるまちづくりを目指して総合交通戦略を策定しています。これは2018年までの5カ年計画でその1年目がそろそろ終わるというタイミングですので、質問をさせていただきます。高齢化社会というのは車を運転しない市民が増えていく社会とも捉えられると思います。岐阜市では毎年5000人前後の運転免許の自主返納が行われています。少なくとも毎年このペースで自動車に乗らない方が増えているということです。公共交通の必要性は今後さらに高まってきますが、一方公共交通の実態は使う側からするとまだまだ使いづらい面があることも否定できません。企画部長に路線バスについて2点お聞きします。1点目です。地域間の料金格差についてです。例えば JR 岐阜駅前を起点に比較しますと一律210円区間を過ぎると一気に値段が上がってきます。岐阜市内で最も高いと思われるバス停は720円ご夫婦で市役所に行くだけで往復3000円近くかかります。子供を頼らないと外出もできないとおっしゃいました。70歳を超えた高齢者へ交付される3000円分のお出かけバスカードは4、5回でなくなってしまうということです。少なくとも均一料金の区間の拡大が必要だと思いますがいかがお考えでしょうか。2点目、岐阜市はバスによるネットワーク構築を進めています。バスと電車の違いはさまざまあると思いますが中でも、例えば道路事情で到着時間が前後する環境への負荷など、いろいろあると思います。中でも市民にとって大きな負担となるのはバスが乗り換えるたびにたとえ乗り換え割引があったとしても加算額が大きいという点です。電車のように距離によって料金が決まるのではなく一律区間内でも乗り換えるごとに210円ずつかかるのです。こうした乗り換えの際の加算を低く抑えることはできないでしょうか。コミュニティバスについて1点お聞きします。コミュニティバスは市内16地区で今運行されています。まだまだ問題はありますが1路線も廃止することなく今まで継続されてきたというのは地域住民主体の運営協議会の存在が大きいと感じているところです。今後は利用しやすいコミバスへさらに発展させる段階だと思います。よく利用者の方からは出かけてもダイヤが少なく帰りの便がない目的地まで時間がかかるという声が聞かれます。確かに地域によってダイヤの数1便あたりの運行時間に大きな差があります。便の数は少ないところでは1日5便、多いところは1日22、1便あたりの運行時間、1周にかかる時間というのは短い地域は28分、長いところは112分。ここまで地域間で利便性に差があってよいのでしょうか。こうしたコミュニティバスを運行することで見えてきた課題について、例えば学校区にこだわらず面積が広い地域は
2つのコミュニティバスエリアに分けるなど、住民の生活圏を大切に改善すべき課題があると思いますが、いかがお考えでしょうか。最後に、公共交通空白区域、地域についてお聞きします。岐阜市は買い物や通院など、日常の移動にはやはり路線バス、コミュニティバスが必要です。こうしたバス、コミュニティバスでカバーできていない地域に住む住民は、約6万2000人、ここに住む住民の移動権をどう保障するか、この6万2000人という数を限りなくゼロにすることは大きな課題です。コミュニティバスを将来22地区で運行して全市をカバーするという計画もありますが、人口が密集しておらずコミュニティバスへ対応できるのか疑問もあります。例えば事前に予約、乗りたいときに来てくれるデマンドバス、デマンドタクシーなど、コミュニティバスに限らず別の道も模索する必要があるのではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。続いての質問です。岐阜駅周辺の JR 岐阜駅入り口付近の自転車駐輪についてです。これについては以前から田中正義議員が何度も議会で取り上げておられます。現在、現場がどのような状況かといいますと、問題になった駅南口周辺には何メートルにもわたりコーンが置かれ、駐輪禁止の張り紙とバリケードが張り巡らされている状況です。このバリケードは南口だけでなく東側の通路、北口にまで増えており、驚きました。そしてその周辺に自転車が大量に駐輪してあり、自転車の量自体の増減は分かりませんが、以前より見た目の状況はひどくなっているとしか言いようがありません。この自転車は駅に入っている公共施設や店舗の利用者の方のものだと思われます。この問題は必ずしも自転車利用者のみが責められる問題でもないように感じます。目的地のすぐ近くまで乗りつけられるのが自転車のメリットですが、近くには駐輪スペースがなく、市営駐輪場も店舗の駐輪場も離れています。加えて市営駐輪場は有料だという点から、短時間、買い物の間だけ入り口に停めておきたいということではないでしょうか。そこで基盤整備部長に2点お聞きします。1点目です。現在の岐阜駅周辺の状況をどう受け止められていらっしゃるでしょうか。指導と撤去、バリケードなどで現在対応されていますが、改善はされていません。そもそもこうした自転車の駐輪が増える、そして放置自転車が減らない、この原因は何にあるとお考えでしょうか。2点目、促進協議会での協議は現在どういう状況で、今後の見通しはどうなっているでしょうか、お聞かせください。最後の質問です。有害鳥獣対策です。近年岐阜市内でも山際を中心にイノシシやシカなど野生動物による農作物被害が続出しています。全国では農作物の被害総額200億円前後に上り、深刻な状況です。また今年はクマによる被害も多く、岐阜市内でも2頭のクマが捕獲されました。高山では果樹園を営む男性が命を落とされるという心痛むニュースも飛び込んできました。野生動物による被害が増加したのは、直接的には餌が不足していたり個体数の増加など生態系の変化が原因と言われています。しかし農業や林業を担う若者が減り、人の手が加えられなくなる里山がなくなり、森林が荒れ、人と野生動物との住み分けが成り立たなくなっているという、
日本の農林業が抱える根本的な問題も大変大きいのではないかと感じているところです。なるべく県産材や国産材の木材を使い林業を再生させようという取り組みが各自治体で進められている一方、 TPP の参加で製材品や集成材の関税撤廃が行われれば林業は壊滅的な打撃を受けるとも言われており、心配が尽きないところです。農業や林業の担い手を作っていくために最も必要なのは、安心して農林業に取り組め、その人たちが暮らし続けていけれるということだと思います。森林生態系や自然環境は農作物や鳥獣被害にとどまらず人間の生存に関わる問題であり、長期的な対策が求められると思います。そこで農林部長に3点お聞きします。1点目です。野生動物による農作物への被害状況、岐阜市での被害状況はどういったものでしょうか。2点目、現在行っている対策についても教えてください。3点目として今後の取り組みについてお聞きします。里山が荒れ、人間と野生動物との住み分けが機能していないという問題は、私は深刻になってきていると思われます。一昨日の本会議で部長は答弁されましたが、捕獲や防除というのは当面の被害防止策として必要だと思いますが、同時に長期的な対策として森林や里山整備への積極的な支援も行っていく必要があるのではないでしょうか。また農作物だけでなく人への危険も大きい熊の被害防止策も新たに考えていただきたいところです。今後の取り組みについてお聞かせください。以上、3項目について質問いたします。企画部長牧賀野俊明君。公共交通に関する3つのご質問についてお答えをいたします。岐阜市では平成17年度に総合交通のマスタープランとなる岐阜市総合交通政策を平成18年3月に策定をいたしまして、バスを中心とした幹線支線バスとコミュニティバスが有機的に連携した利便性の高いバスネットワークの構築を目指すことを基本理念として掲げ、その実現に取り組んでおります。また2014年から2018年までの交通戦略を進めているところでございます。質問の順序は異なりますが、順次お答えをいたします。1点目のコミュニティバスに関するご質問でございます。日常生活を支える移動手段としてのコミュニティバスを導入するにあたりましては、地域住民を主体としました運営協議会を組織していただき、ルートなど計画段階から利用促進活動に至るまで地域住民の皆様が主体的に参画する市民共同の手作りコミュニティバスのシステムを構築しており、行政はその支援を行っているものでございます。岐阜市のコミュニティバスは各地域の皆様が主体となって経営感覚を持ち、さまざまな利用促進のための創意工夫を重ねられ、増便などのバスサービスの向上を実現されるなど、地域が公共交通を育むシステムを構築をしております。最近では三輪地区や日光地区などで地域の皆様方が利用促進や利便性の高いルートへの見直しなど努力を重ねられることによりまして、バス料金につきまして200円から100円への運賃の値下げを実施され、利用者が大幅に増加をしております。またコミュニティバスは高齢者の外出機会を増加させるとともに、障害者の方が出かけやすい地域づくりに寄与しているなど、さまざまな福祉的効果を生み出しております。さらに地域がコミュニティバスの成功体験を大きく自信を持たれ、さまざまな地域活動を展開されるなど、まさに地域の絆づくりにつながっております。
こうした本市のコミュニティバスに対して国土交通大臣賞の受賞をはじめ、全国のマスコミなどでもたびたび取り上げられるなど、全国で高い評価をいただいております。コミュニティバスの拡充につきましては、今後高齢化が進む中で、コミュニティバスは地域の移動手段としてさらに重要となってくると考えております。一方で、高齢化の進展や人口減少など地域の状況が大きく変化することも考えられ、そうした状況においてもコミュニティバスを将来にわたり持続可能なものとしていくこと、いくための対応についても検討していくことが必要と考えております。次に、公共交通空白地域に関するご質問についてお答えをいたします。平成18年度に加納地区などでコミュニティバスを試行運行を開始をして以降、コミュニティバス全体計画に基づき導入の意欲が高く、熟度が高まった地域から順次コミュニティバスの導入を進めていただいており、現在計16地区で運行がなされております。また昨年度にはコミュニティバス全体計画の見直しを行い、計画地域を16地区から22地区に拡大し、地域全体をカバーする計画としたところでございます。本市におきましては、現在導入を進めております市民共同を基本としたコミュニティバスは公共交通空白地域への対応にもかなっていると考えており、まずはこのコミュニティバスの全市的な導入に努めてまいりたいと考えております。一方、今後人口の減少などにより地域の状況が大きく変化することにより、コミュニティバスが成立しない状況も起こりうると考えており、こうした場合においても、市民の皆様が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、将来にわたる市の財政負担などを十分に勘案した上で、どのようなシステムの導入が可能かを検討する必要があると考えております。最後に路線バスに関するご質問です。市内の路線バスの運賃は、岐阜駅を中心とした均一区間とそれを超える区間については、利用した距離に応じて運賃が上がる対キロ運賃区間が併用をされております。また乗り継ぎ割引に関しましては、 IC カード乗車券でご乗車された場合、45分以内であれば乗り継いだ後のバスの運賃から40円の割引がされております。公共交通の利用促進を図るためには、運賃制度が分かりやすく利用しやすいものである必要がありますが、一方で市内バス路線の約6割は赤字経営となっており、一部の黒字路線の利益や国、県、市からの補助金を充てることでバス路線全体が維持されている厳しい状況にあります。このような中で、均一運賃区間や乗り継ぎ割引を拡大することはバス事業者の経営に与える影響が非常に大きいことから、慎重な検討が必要と考えております。一方、岐阜市が目指しております多様な地域格のある都市の実現に向け、バスネットワークの構築は極めて重要な役割を果たすことからも、利便性の高いバスネットワークを構築していくためにも、バス乗り継ぎ運賃は重要な施策となりますので、交通事業者とも十分研究をしてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、地域公共交通は市民の皆様により支えられるものですので、過度の自動車利用を見直し、公共交通の利用、バスレーンやバス停における公共交通の優先意識を高めていただけるよう、今後も取り組んでまいりたいと思います。基盤整備部長、吉村清則君。JR 岐阜駅北口および南口周辺の駐輪対策に関する2点のご質問をいただきました。取りまとめてお答えさせていただきます。 JR 岐阜駅周辺は、鉄道、バスといった公共交通の重要な結節点ばかりであるばかりでなく、人々が集い交流する機能や商業機能などさまざまな機能が集積する魅力ある空間であります。本市としましては、その空間を県と岐阜市の玄関口にふさわしい快適で良好な環境とするため、さまざまな施策を展開し、
その一つとして自転車等の駐輪対策に取り組んでおります。具体的には市営自転車駐車場を設置するとともに、平成4年11月1日より自転車等放置禁止規制区域を定め、放置防止の周知啓発並びに撤去に努めております。その長年の駐輪対策によりまして、例えば駅周辺全体で放置自転車が昨年6月と本年6月の午後3時時点で比較しますと、平均約50台減少する結果となっております。一方で昼間、高齢者の方々等を含む高架下の商業施設への来店客などを原因とする自転車が北口および南口周辺に駐輪されている状況が続いております。よってこれらの自転車への対策が大変重要と考えております。本市としましては、改善を図るため既存の自転車駐車場をご利用していただきますよう、周知啓発を行うといった従来の駐輪対策を粘り強く取り組んでいるところですが、加えて県、市、高架下商業施設の管理者等からなる JR 岐阜駅周辺施設連携促進協議会を活用し、関係者との協議を進めているところでございます。昨年度は当協議会の場で本市から駐輪対策をお願いしましたところ、商業施設の管理者からできることから取り組んでまいりたいとの回答を得まして、施設内での周知啓発活動に取り組んでいただいております。また本年度5月には当協議会で受益者である高架下商業施設の管理者による抜本的な駐輪対策としまして、来店客を対象とした駐輪場の設置を強く要請してまいりました。その後、これらの協議会の場での発言を受け、商業施設の設置者である県、商業施設などの管理者、鉄道事業者、そして本市間で協議を幾度か進めており、来店客用の自転車駐車場設置を主題としまして、景観上の観点や駅周辺の既存自転車の駐車場との整合性などさまざまな角度から課題を整理しまして、 JR 岐阜駅の北口、そして南口、あるいはその周辺等における有効な駐輪対策を協議しているところでございます。今後も従来の駅周辺の駐輪対策を継続的に進めるとともに、さらに県や商業施設の管理者をはじめとする関係者と積極的に協議を進めていく中で、市民の皆様がより誇れる県と岐阜市の玄関口となりを努めてまいります。農林部長、市岡光明君。有害鳥獣被害対策に関する3点のご質問にお答えいたします。野生鳥獣による農作物等への被害は本市はもとより全国的にも大きな問題となっております。鳥獣被害の原因といたしましては、里山の荒廃、鳥獣の隠れ家や餌場となる耕作放棄地の増加並びに狩猟者の減少や高齢化などさまざまな要因が考えられます。そこでまず1点目の本市の鳥獣被害の現状についてでありますが、平成25年度の農作物への被害面積は約23ヘクタール、被害金額は約160万円となっております。そのうちイノシシによる被害金額が最も大きく、平成21年度からの5カ年で約540万円、
年平均で約120万円の被害となっております。こうした農作物への被害のほか、最近では市街地での出没も見られ、市民生活への影響も懸念されております。次に2点目の鳥獣被害対策の取り組みについてであります。本市ではこうした鳥獣被害に対しまして、岐阜市猟友会への委託による鳥獣の捕獲と鳥獣を侵入させない防止策の設置を中心に対策を講じております。まず捕獲の現状でありますが、本年11月末時点のイノシシの捕獲頭数は145頭と、昨年度の133頭を上回っております。さらに本年はどんぐりなど餌不足を背景に、ツキノワグマの目撃情報や果樹等の被害情報も相次いで寄せられており、4年ぶりに2頭を捕獲したところであります。また野生鳥獣を侵入させない取り組みとして侵入防止策の設置を進めております。具体的には国の鳥獣被害防止総合対策整備事業や本市の鳥獣被害対策支援事業を活用し、平成24年度と25年度に市内6地域において電気柵やワイヤーメッシュの柵など総延長約 7.8 キロメートルを設置したところであります。最後に3点目の今後の取り組みについてであります。これまでの対策としましては、野生鳥獣の捕獲による個体数の減少と侵入防止策の設置による防除に努めてまいりましたが、こうした対策とは別に鳥獣を寄せ付けない取り組みも重要であります。その手法としましては、山際の下草刈り等による鳥獣の隠れ家をなくすこと、果樹園等を適切に管理すること、餌となる野菜くずを放置しないことなど、農家の皆様一人一人の自発的な自己防衛策も必要であります。また適正な森林の整備や里山の管理も重要であると考えております。いずれにいたしましても、鳥獣被害対策は個体数の減少、鳥獣を侵入させない、鳥獣を寄せ付けないことが大切でありますことから、引き続き岐阜市鳥獣被害対策協議会を中心に地域の実情に即した効果的な手法等について協議検討するとともに、市民の皆様の安全確保の観点から迅速かつ正確な情報提供を行い、鳥獣被害の軽減に取り組んでまいります。20番中川優子君。それぞれご答弁いただきました。まずはじめに公共交通施策ですけど、部長がおっしゃった、公共交通マスタープラン、平成17年度に作られたということで、私も改めて、読みました。総合交通計画というものですが、この計画が作られる、策定されるまでの間に、さまざまな市民の方の取り組みというのがあったようです。平成16年に市民中心の市民交通会議、交通市民会議、または各地域でこうした会議が、一日市民交通会議というそうですが、こうした会議が開かれて、皆さんで問題を出し合って、そして中間の取りまとめなどを出した上で、最終的に先ほど部長がおっしゃったマスタープランである総合交通計画というものができたということだそうです。先ほども私申し上げたんですけど、コミュニティバスが今一路線もまず廃線になることなく今続いているというのは、現場で住民の方が主体になって運営協議会を行ってみえるというのはとても大きいと思うんです。そこでですね、部長に一点お聞きしたいんですが、先ほど、
路線バスやコミュニティバスが通っていない空白地域、そこに今6万人の市民の方住んで見えるわけです。そこにもコミュニティバスを導入したいっていうことだったんですけど、実際に、人口が密集していなかったり、それから病院や店が遠いところにポツンポツンとあってというところで収支率を維持させるっていうのは大変難しいんじゃないか。だからこそ地域は手が挙げれないんじゃないかとも私は思います。現在のコミュニティバスというのが住民主体といういい面もありながら、一方こうした収支率まで地域で責任を負う仕組み、これは非常に負担が多く苦戦するんじゃないかという心配がある地域は手が挙げられないと思うんです。そこでこういった時だからこそ、最初にマスタープランを作られた時のように住民がまずは主体となってこの地域にどういった公共交通が合うのか議論できるような場っていうのを作るべきではないかと私は思います。コミュニティバスありきではなくて、まずそこでどういった公共交通の種類があって、うちにはこういうものが適しているんじゃないか、コミュニティバスは運営協議会がありますが、コミュニティバスを導入する前段階でそういった議論する場を地域地域で作る必要もあると思いますが、いかがお考えでしょうか。そしてもう一点ですね、公共交通の空白地に対する取り組みというのは各自治体でもされてまして、例えば福岡市は条例を作って見えるんです。空白地域の生活交通の確保をしていくという条例です。ここでは市民やそして事業者だけでなく市の責務として、まずはこういった皆さんの足を確保する責任を持つということが明記してあるんです。私はこういう姿勢というのは非常に大切ですし、今おそらく市の方もあるとは思うんですが、そういったことをもっと打ち出して、今導入ができない地域に対しても支援を行っていただきたいと思います。部長のご答弁をお聞きしますと、やる気がある地域、主体的に取り組んでいる地域というのが今とても成功している、その一方で今手が挙げられていない地域というのは、じゃあやる気がないのかって言ったらそうではなくて、やる気が出せないんじゃないかと思うんです。そういったところも組んでいただきたいと思います。一点お聞きします。続きまして、岐阜駅周辺の駐輪場についてです。これはもう初めてこの議会で取り上げて見えたのが何年も前のことで、今日のご答弁でも協議を進めているということですが、そんなに難しいことなのかなという気もします。部長の答弁で放置電車が50台減ったということですが、これは本来喜べることなのかどうか、私はとても疑問に思います。この岐阜駅の周辺というのはですね、特に岐阜駅の北口は中心市街地活性化基本計画の区域です。ここで自転車や歩行者を増やしていこう、にぎわいを作っていこうと岐阜市挙げて今取り組みがされているところなんです。そして先ほど1項目目で質問したように、公共交通戦略では環境への負荷も配慮して、自動車からなるべくバスや自転車を、そして歩いて歩くということに切り替えていこうという取り組みなんです。その一方で駅には自転車で寄りつきづらいという状況が作られているわけで、非常に矛盾を感じます。この中心市街地活性化基本計画を見てみますと、この中で自転車や歩行者の通行量というのを調べてみえます。平成18年と25年の比較を見てみますと、中心市街地活性化の基本計画区域の中で柳瀬
などは通行量減ってるんですけど、増えているのはどこかというと岐阜駅の周辺です。柳瀬はですね、平成18年に比べ3割通行量が減ってる。ドン・キホーテは 5% 増えたということですが、増えているのは、岐阜駅、やはり岐阜駅ですね。この7年間で 32% も増えたということです。岐阜駅前の駅前広場や市営の駐輪場を整備したときと状況が異なっています。自転車も増え、ニーズも変化している。特に日常的な買い物のためにスーパーに皆さん訪れるわけなんですが、1本100円に200円の大根や白菜買うために120円かけて駐輪場に止めないといけない。これはいかにも皆さん多分止めないと思います。また10分20分30分だけの買い物の方も1日止めても同じ時間なんですね。だったらこの短い時間だけ店の近くに止めれるような、昼間高齢者の方が止めれるような場所というのは岐阜市で作ってもいいんではないかというふうに思いますが、いかがお考えでしょうか。またですね、今あの駅の前のところの状況を見ますと、壁から1メートルや2メートルぐらいのところにこうバリケードが張り巡らされているんです。でそのバリケードの中は当然ですが何もない空間、非常に空間として私はもったいないんじゃないかと思います。あの空間として開けておくのであれば、止めても不都合にならないところというのを整理して、昼間の買い物時間に短時間の利用限定でこういったところを開放してもいいのではないか、そのようにも思いますが、お考えをお聞かせください。有害鳥獣対策についてです。先日地元でもあの熊が出没しまして、あの市の職員の皆さんも地元の方も本当にパトロールなどしていただいてお世話になったと思います。イノシシというのはたまに聞くんですけど、あの熊はなかなかないもので、またマラソンされている方や朝や夕方の散歩されている方なんかは非常にあの恐怖も感じたということで、いろいろ考えさせられたということもあって今回質問をさせていただきました。部長のご答弁にもあったんですけど、電気柵を6地区で 7.8 キロメートルということで、あのこういったご努力っていうのは敬意をあの持ちますが、ただですね、やっぱり根本的な解決っていうものをこれからしていかなくてはいけないというふうにも思います。先ほどのご答弁では、住民の方の自発的自己防衛策が必要だとおっしゃったんですけど、実際に、見てみますと、山際に住む方、または山の周りに住む方と山の所有者が違う場合というのが多くあるんです。ですので住民の方にが勝手に他の他人の持ち物である山に入れなかったり、下草を刈ることすら許されない。で所有者の方はどちらに見えるかっていうと、県外であったり遠いところにいらっしゃって会ったこともない、そういうケースが最近増えております。ですので、あの問題は非常に複雑だと思います。市でも研究していただけるということですので、よろしくお願いいたします。一点お聞きしたいんですが、あの実際クマが出没したというニュースを受けて、いろんな方から問い合わせがありました。どういう問い合わせかというと、どのあたりに出たのか、私の散歩コースは大丈夫なのかっていうようなあのことだったんです。そこで初めて知ったんですけど、岐阜県はクマの出没、目撃情報をマップにして、あのクママップというものを作って見えます。こうしたマップの活用であったり、または、人間は平地で生活してますが、クマは山を拠点に行動するんです。ですので人間の感覚ですと、この地域に出ましたっていう地域名を言われると、この平地の地域名を想像するんです。
しかし熊は山を中心にしてますので、山の南側でも出れば北側でも出る、山の周辺で出るということが見えてくると思います。ですのでこの山の周辺で出没、そういった正確の情報も必要ではないかと思います。こうしたクママップの活用などもちょっとお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。企画部長牧賀野俊明君。再質問についてお答えをいたします。地方消滅可能性都市という言葉が出ておりまして、今後ですね、人口の減少が叫ばれるような地域が出てくるということが全国的な話題となっております。今後もですね、人口の減少などによりまして地域の条件を大きく変化をしてまいるだろうということで、コミュニティバスだけではなく、コミュニティバス以外のことについても検討もして必要があるということで、先ほどもご答弁をさせていただいたところです。また公共交通空白地域の皆様方についても、どのようなお考えかということも、まずはお聞きをする場ということもお話がありましたが、まず お聞かせをいただくということも考えていきたいというふうに思っております。また先ほど他市の条例のことについてご紹介をいただきましたけれども、冒頭申しました2018年までの総合交通戦略におきまして、条例の検討ということも項目も挙げてございますので、他市の状況も参考にさせていただいて検討していきたいと思っております。基盤整備部長吉村清則君。2点ご質問をいただきました。1点は牛市で一定の駐輪場を作ってはどうか、もう1点は現在あるバリケードを短時間的にも開放してはどうかといった再質問をいただきました。バリケードにつきましては根本的にやっぱりここは駐輪はできないんですよ、それは啓発の一つとしてさせていただいております。それによって一定の効果が生じているというふうに認識しておりますが、さらにそういった不具合の部分があればあるとすれば、私どもさらにより高価な啓発活動に努めたいというふうに考えます。それから、もう一点 その岐阜市で作ってはどうかというところでございますが、やはり一番大きなウェイトを占めますのは商業施設の来店客用の自転車駐車場の設置かというふうに考えます。そういった意味では当事者である受益者である商業施設側に設置を引き続き要請していきたいというふうに考えるところです。市内の他の商業施設においては施設側が土地を確保されて自転車駐車場を設置されているといった状況もございます。今後も JR 岐阜駅周辺がより良い環境となりますように、関係機関にこの現状を十分に認識していただいて、協議の場でさらに引き続き自転車駐車場設置等について働きかけてまいりたいというふうに考えます。農林部長市岡光明君。有害鳥獣被害対策に関する再質問にお答えいたします。これまで市民の方からクマやイノシシ等大型獣の出没に関する通報があった場合には、市民の安全確保を最優先に町内関係部署を通じまして、保育所、小中学校等の児童生徒への情報提供、関係自治会を通じた地域住民への情報提供、
防災行政無線による広報、消防署、消防団等による広報並びに巡回パトロールなどを実施しまして、地域住民への注意喚起に努めているところであります。しかしながら、今回の熊の出没の際には、出没場所が分かりづらいなど、戸惑いや不安を感じられた住民の方がいらっしゃったと伺っております。こうした点を踏まえまして、11月18日に町内関係部署を集めまして、野生動物出没時における各部署の役割と対応体制を再確認しまして、市民の皆様への迅速な情報提供に備えたところであります。また、ご提案の熊マップでございますが、県の熊マップを活用しました、出没情報、あるいは注意事項を記載したチラシを約700枚作成しまして、すでに三輪北地区など5地区に、配布しまして、現在自治会での回覧を行っておるところであります。また市のホームページでも、同様の情報提供をしております。いずれにいたしましても、今回の事案を教訓に、関係自治会や町内関係部署との連携を密にし、迅速かつ具体的な情報を盛り込んだ分かりやすい情報提供を行うなどしまして、地域住民の不安を払拭し、安全で安心な市民生活の確保に努めてまいります。20番、中川優子君。ありがとうございました。コミュニティバスよろしくお願いいたします。ですね、毎年免許を返還されている方が500件近くということなんですけど、平均年齢が75歳前後なんです、毎年。それで今の60代の方っていうのは年代的にも一番免許の保有数が高く特徴的な年代やと言われてるんですけど、その方たちが75歳のこの返還、自主返納される平均年齢に近づくのがあと10年ぐらいですので、この10年で大きく車を運転しない方っていうのが市の中でも増えてくると思います。そういった意味でもどうかよろしくお願いいたします。要望をしておきます。そして、1点、岐阜駅周辺の駐輪についてだけお聞きしたいと思います。バリケードを作ってこれは啓発をしていくということだったんですけど、今までバリケードを作っても撤去をしてもそれでも自転車の駐輪が減らない、この原因は何かっていうと、私は今ある駐輪場までの距離が長いこと、そして駐輪が有料だっていうこの2点じゃないかというふうに思います。自転車はお金もかからずに気軽に乗れるというのが利点で、また目的地のすぐ近くまで行けるというのが利点なんですが、これではスーパーに買い物に来てもおそらくそういった客の足が遠のいていくのではないかというふうに感じます。この駐輪禁止区域であったり撤去というのは、自転車等の放置の防止に関する条例というところで定めてありますが、ここにはですね、合わせて市の責務としてこうした放置自転車が増えないようにするため、自転車など駐輪場の設置というのも責務として載っているわけなんです。例えばスーパーでの買い物であったり、または街を歩くにしても重い荷物になる場合が多く、高齢者や足腰が悪い方にとって入り口に自転車が止められるということは本当に助かると思います。市営の駐輪場というのはせめてこうした場所に本来あるべきではなかったかとも思っております。せめてですね、こうした高齢者や足腰が悪い人へ配慮して
そういった取り組みができないか、お聞きをしたいと思います。また店舗であったり鉄道事業者の方への協力という点ではやはり必要だと思います。岐阜市は20分間の無料時間というものを作っていますが、例えばその延長のクーポン券を発行したり、そういったことも求めていったらいいんじゃないかとも思います。こう自転車が増えて人が増えたっていうことは本来喜ぶべきことだと思うんです。そういった姿勢で協議をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。1点だけお聞きします。お願いします。基盤整備部長吉村清則君。駅周辺の自転車対策につきましては、一方でやはりこれからはスマートウェルネス、自転車等あるいは歩行者等を優先した施策が重要であるというふうに考えるところです。そういった中でさまざまな要因については、先ほど申しましたとおり JR 岐阜駅周辺施設連携促進協議会、この会にはあらゆる関係者の方々が参画されておりますので、総合的な課題等も含めまして皆さんと共により良い自転車環境の創出に向けて協議を進めてまいりたいというふうに考えております。26番服部勝弘君。それでは順次質問をします。最初に視聴者建設に関わる諸問題について行政部長にお尋ねします。まあ、はじめに、視聴者岐阜視聴者の在り方検討委員会の問題点について若干指摘をしておきたいと思います。まず委員の構成についてであります。まあ、委員の数は15名、うち公募委員が3名、まあ、議会選出は0であります。まあ、各種団体の宛職が8名、学識経験者が4名ということでありますが、まあ、この種の、まあ、よく言われる100年に1回の大事業だと言われておりますが、この種の大事業を審査する委員会の数としては極めて少ないのではないかということが言えます。またメンバー構成は役所パターンのいわゆる従来型の選出方法で、目新しさが感じられない、こういったことがまず指摘できると思います。さらにですね、委員会の開催と審議時間について見てみますと、まあ、委員会開催は6回開催されましたし、全体時間が680分、そのうち265分が事務局の説明で、残り415時間が実質の審議時間でありました。まあ、この種の事業を審査する時間としては、まあ、委員会の開催数も審議時間も少ないのではないか、まあ、駆け込みの開催はじめに結論ありきといった感じが伺われるわけであります。それから委員の発言と意見の反映についてという観点から見てみますと、まあ、委員15名6回の委員会開催でですね、発言回数はたったの1回のみという委員さんが2名、2回という方が1名、全体の発言回数としては365回委員さんが発言されたんですが、そのうちの半数以上の198回は
委員長の発言回収が含まれております。まあこんな状態で果たしてさっき言いましたように委員の数の少なさ、委員さんの発言のばらつき等を見て幅広い意見集約ができたかとはできたとは言い難いと思います。以上のことを指摘いたしまして、まあ、いろいろ問題ありますが時間の都合もありますので今回は5点について、質問をいたします。まず新市庁舎の建設についてであります。市民の要望が極めてこの市庁舎を建ててほしいという要望が少ない、私どもにもほとんど、まあ、そういった要望届いていないわけであります。むしろ他のいろいろな諸々の要望が市民要望としてあるわけでありますが、また、市民の関心についてもこれは低いということを感じます。まあ、ご承知のように住民説明会8月20日から9月3日にかけて市内11カ所で行われましたが、参加者は238名、まあ、これの状況を見てみますとですね、まあ、建設に向けてヒートアップしておられる細井市をはじめ市の関係者と市民との間にかなりの温度差があるということを感じざるを得ません。市民要望からしても行政の取り組むべき課題は山積しておりますし、優先順位としては市庁舎の建設は私は低いのではないかと思う次第であります。それから2番目にはこの点についていかがお考えかお尋ねしておきます。それから2点目には司町にはご承知のように今北側に2階建ての図書館メディアコスマスが建設中であります。その南側に予定では20階建ての新庁舎を建設するとのことでありますが、まあ、これによりメディアコスマスの外観とか景観が損なわれますし日陰問題が当然発生することは避けられません。そこでこういった環境圏とか、まあ、いわゆる日照圏といった問題が生じてくると思いますが、これについて何ら具体的な説明を受けておりませんが、どのように考えておられるかお尋ねをいたします。3点目でありますが、まあ、大きな市庁舎を建てると、まあ、当然その規模に応じた見合った維持管理費が経費がかかるわけであります。そこで新庁舎を建設した場合の市庁舎の維持管理費についてどんな年間どれくらいの経費を見込んでおられるのかお尋ねをしておきたいと思います。4番目でありますが、市庁舎の在り方検討委員会はの中でですね、委員会中に おいて、全委員が揃って司町の今度は答申がありました現場を視察されたこともあるか、どうも関係者から聞いてみるといや行ってないということを言っておられるんですが、まあ普通常識としてはですね、あそこにそういう空き地があるということは分かりますが、やはり現地で立ち会って関係者の説明を聞いてどの位置に建てるんだとか、あるいはその位置にこういうものを建てたら日陰がどうなるとか、近辺率がどうとか、景観がどうとか、そういう説明はあってしかるべきであります。私はかつて建築の関係の仕事をやってましたけど、それは個人が家建てられるにも1台に1回建つか建たんか、本当場所を選定されるにしても間取りをするにしても予算の関係もあるし、方向とかいろいろの角度、周りの環境十分調べて建てられる、ほでもですねいいと思って建ててもなかなか思うようにいかん、まあよく言われる1台に3回ぐらい家建てんと気に入った家が建たんと言われております。ましてやですね100年に1回のこの200億もかけてある市庁舎、それを建てる敷地を決めるのにおいてね、委員の方が、あるいは委員会においてですね、現場建設予定地となる現場を視察してない、びっくりしました。こんなことがあるのか。それは場所的には あそこやここやって市内の方は知ってみるけど、それは頭の中の感覚だけで、現地行って立ち会っていろいろ見やるのと全然違います。そしてまた当然そういうことを説明を受けて、あ、ここが適地かどうかということを判断する材料にすべきであるが、そういうことがなされてない。僕は聞いてびっくりしました。ちょこちょこっとどうのこうのって言って、さっき打ち合わせしとったら担当者が言ってましたけど、
ちょこちょこっとやるような問題ではないということを厳しく指摘しておきたいと思います。それで説明をされたことがあるのか否かお尋ねをします。5番目には、市はですね、柳瀬に高島屋の地区の再開発ビルの建設に合わせて同ビルの3、4階を購入するという予定であります。まあ、庁舎機能、そこへ庁舎機能の一部を移して業務を行うということでありますが、まあ、今回提案されております須笠町と柳瀬というのは本当に至近距離でありますね。そんだけの距離においてわざわざ市役所機能の一部を分散するためにですね、このビルの2フロアを購入することを私は疑問であります。まあ、はっきり言えば税金の無駄遣いになりかねない、そういうことを強行して買うならばやっぱり市民の負担、市民に重い負担がかかってくることは否めないということを思うわけでありますが、いかがでしょうか。新庁舎を司町に建設するならばですね、ならば高島屋南再開発ビルの2フロアの購入は見送るべきではないかと思います。その意向についてお尋ねをしておきます。続いて老朽空き家撤去後も固定資産税を減免する、そういったことを提案方々財政部長に見解を求めたいと思います。全国的に今空き家が増加いたしております。昨年25年の10月時点で全国で820万戸の空き家があると言われておりますが、まあ、今その管理が大きな社会問題となっているところであります。ところで地方税法では固定資産税の減免特例によりまして、住宅用の建物が建っている土地は200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1の軽減税率が適用をされております。まあ、そこで住宅を取り壊して更地にするとこの特例適用がされなくなり、税負担が重くなるために空き家のままで放置しているケースが多いとも言われております。まあ、こうしたことから適正な管理がなされていないまま放置されている空き家の解体撤去を促進し、火災や倒壊などの危険を防ぎ、衛生、景観、治安面などの地域の改善を図る目的で、福岡県の豊前市、まあ、これは人口2万7千人ほどの市でありますが、この豊前市では平成26年6月議会で老朽危険家屋等除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例、こういう条例を議員発議で制定し、平成27年度から適用するということが決まりました。まあ、内容は老朽危険家屋と認定した場合、撤去後の土地の固定資産税を最長10年間減免する。詳細は家屋の解体において老朽危険家屋認定の申請が必要。床や基礎、外壁や屋根などの状態や通行人や隣接地への影響、景観などについて市の基準により危険度などを判定する。まあ、一般的に家屋を解体すると、先ほど申し上げましたように家屋があった土地の固定資産税の減免特例が解除されますが、老朽危険家屋に認定された場合10年間減免する。具体的には当初5年間は減免特例と同額、6年目以降については減免額が徐々に縮小される。なお家屋の解体後にですね、土地を売却したり、駐車場など他の用途に利用したり、雑草が繁茂するなど適正な管理を行っていない場合は減免が打ち切られる。市税などの滞納がある場合も同様とする。こういったものであります。平成26年11月に成立した空き家対策法にも盛り込まれなかった固定資産税の減免特例の問題について、まあ、岐阜市としてもどうか先進的な取り組みをされてはどうかということを思うわけであります。今後の対応について
財政部長にお尋ねをいたします。次に、入札における問題点について行政部長にお尋ねします。入札に関わる問題はいろいろとありますが、私も過去においていろいろな角度からこの問題について質問してきたところであります。まあ、今回はそこで時間の都合もありますので、4点の問題点について質問をいたします。まず第1は、入札金額の差額についてという問題であります。設計業務委託の入札において、入札金額が、ね、最低入札金額、いわゆる落札額と最高入札金額が3倍以上という格差、開きがある入札結果が多々見受けられます。何を根拠にしてかような高額な金額を入札しているのか、まあ、疑問を抱かざるを得ません。うがった見方をすると、当て水量で金額を記入して入札したのではないかと疑いたくもなります。まあ、こうした入札金の差額は他の工事等の入札ではありえないことであります。まあ、神聖なる入札制度を愚弄した有しい問題であると思います。まあ、この点について私は以前からたびたび市の担当者に問題を指摘してまいりましたが、市は指名業者に対してどのような行政指導をされたかお尋ねをいたします。2番目に、最低制限価格制度の問題点についてであります。最低制限価格の導入は元来一般競争入札においてダンピング受注を防止する目的で設定されており、この基準に満たない入札は無効となります。しかし、まあ、最低制限価格の基準額の引き上げは発注者側の価格を安くするのではなく高く見ようとする意図がはっきりと伺えられます。ましてや失格となる基準が予定価格の 90% に近い金額であれば、一般競争入札といえども実質的に競争は存在しなくなります。まあ、結果的に高値落札となり、発注者の財政負担が増えて公共性が著しく損害されると思うわけであります。まあ、そこで入札の公平性、透明性、競争性を保った上で、最低制限価格の基準を設定することが重要ではないかと考えます。よって、まあ、最低制限価格について高値落札を防止し競争性を確保する観点からどのような改善策を考えておられるかお尋ねをいたします。3番目であります。総合評価落札方式についてであります。まあ、総合評価落札方式は、まあ、受注者決定の基準に価格だけではなく価格以外の要素を加えることで発注者利益をより実現する受注者を発注者利益をより、実現する受注者を決定する仕組みであります。まあ、そこで価格以外の要素をどの程度評価すべきか、これは難しい問題ではありますが、まあ、例えば価格以外の要素によって落札が1番札、まあ、最低入札価格の会社から2番札、次に低い価格の会社に逆転するといった程度の評価の基準は必要であると思います。まあ、しかし価格以外の評価のウェイトが高すぎると入札参加者の企業努力や公正な価格競争が阻害されるという弊害も出てまいります。そこで一番札の価格がですね、 5% 以上高くしても落札できてしまうというようなことでは価格以外のウェイトが高すぎるのではないかと考えます。まあ、こうしたことを考慮し参加業者から不満の多いこの現行の総合評価落札方式の改革改善を強く求め、方式の見直しについて、どのような対応を考えておられるかお尋ねをいたします。4番目でありますが、牛市は長良小学校及び長良公民館改築工事の基本実施設計プロポーザルで、牛市の D 社と
DM 社の設計共同体を特定いたしました。委託期間は契約締結日から2016年3月15日までで、予定価格は6500万480円、まあ、消費税込みでありますとなっています。ところでこの業務の受注者の D 社と DM 社は代表取締役社長が同じであり、所員も同じようなメンバー構成となっております。すなわち同族会社ということであります。まあ、これは建設工事等における系列関係会社等の同一入札への参加制限に抵触するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。見解をまとめたいと思います。続いて、土砂災害警戒区域に指定された、また今後指定される区域内における公共施設等の安全対策について、防災官兼都市防災部長にお尋ねします。まあ、こうした地域の指定または近く指定を予定されている区域内には、例えば市営住宅、学校の施設、福祉施設、公民館、あるいはその他の公共施設、また民間のアパートとか個人の住宅など多くの施設がありまして、多くの人が利用したり居住しておられます。指定地域内においては、降雨や地震が発生したとき、土石流や崩壊などの災害が発生する危険性があるわけであります。まあ、その安全対策が喫緊の課題となっておりますのはご承知の通りであります。そこで以下2点についてお尋ねをいたします。まず1点目は、これら区域内における公共施設と民間住宅の戸数はどれほどあるかということであります。大体の数をお尋ねしたいと思います。2番目に、区域指定された地域の安全対策について、市は今後どのような周知徹底と取り組みをしていかれる予定かお尋ねをいたします。次に、ジェネリック薬品の使用率の向上についてお尋ねをいたします。ジェネリックとは、先発薬品の特許が切れた後に品質、有効性、安全性が同等であると厚生労働省が承認した医薬品で、先発品に比べて安価なのが特徴となっております。まあ、政府は膨らむ医療費を抑えるため、ジェネリック薬品、いわゆる後発薬の使用を促しております。そこで数値目標も掲げ、新たに2018年3月までに数量シェアを 60% 以上にする目標を設定し、工程表もまとめました。そこで、牛脂におけるジェネリック薬品の使用の現状と今後の対応、すなわち数値目標についてどのような対応を考えておられるか、今回は時間の都合もありますので、担当する市民病院長と生活保護受給者に対する関係については、福祉部長にそれぞれお尋ねをいたします。最後の質問項目でありますが、これは教員の時間外勤務ということについて教育長にお尋ねします。今年の6月に経済協力開発機構 OECD が公表した国際調査結果でですね、日本の中学校教員の勤務時間が最も長く、日本の先生は世界一忙しいということが明らかになりました。また県教職員組合連絡会議が本年8月に発行した組合連ニュースで、同組合連が6月に県内の公立の小中高校と
特別支援学校の教員に実施した、勤務の実態調査で約1割に相当する1668人から回答があり、その中で、週20時間以上の時間外勤務をしていると回答された人は、49.22% で、約半数の教員が厚生労働省が示す過労死ライン、こういうのがあるわけですが、過労死ライン、すなわち残業が月平均80時間以上を超えている場合をこの目安に過労死ラインとしておるわけですが、いわゆるその今申し上げましたように80時間以上を超えているということが明らかになったわけであります。これは過去10年間の調査で最悪の結果だということであります。また厚労省が健康障害の発症との関連性が強くなると言っておる月平均の45時間以上を超える残業時間あるわけですが、これも週 11.25 時間以上の残業をしていると答えた人は 30.34% あったとの回答でありました。まあ、時間外勤務は中学校が28.55 時間、小学校が 21.23 時間、高校の場合が 19.58 時間、まあ、特別支援学校が 11.55 時間という順になっているようであります。そこで、以上を申し上げまして、この調査結果に関連しまして、教育庁に岐阜市内の小中学校と特別支援学校の教員の時間外勤務の実態はどのようになっておるか、これを第一点にお尋ねします。また、これほど時間外勤務をしなければならないという教育現場の多忙な原因についてもお尋ねをいたします。さらにですね、まあ、多忙な勤務で多くの教員がストレスをためたりして健康を損ねることはないだろうかということを心配するわけであります。この点についてはいかがでしょうか。さらに時間外勤務の減少と今後体質改善に向けてどのような取り組みを考えておられるかをお尋ねし、1回目の質問とします。行政部長、松野正人君。ただいまの2点のご質問にお答えいたします。まず、庁舎にかかる5点のご質問に、順次お答えさせていただきます。まず1点目の、市庁舎建設より早くやらなければならないことがあるのではないかというご質問でございます。現在の庁舎はこれまでも申し上げてまいりましたが、老朽化が進み、分散、共愛、不十分なバリアフリーなど、特に高齢者や障害者の人などに利用しづらいこと、またアスベストが使われていることなど、さまざまな課題を抱えております。本市といたしましては、増大する自然災害の脅威、本格的な高齢化社会の到来、プライバシー保護に対する意識の高まりといった社会環境の変化や、岐阜市庁舎のあり方検討委員会の答申などを踏まえながら、現庁舎が抱える課題の重要性や緊急性等を勘案した結果、早急に新庁舎を建設する必要があると考えております。2点目の、新市庁舎の影についてのご質問についてお答えいたします。岐阜大学医学部と跡地につきましては、用途地域が商業地域で、
地域でありますので、日陰規制の対象外でございます。しかしながら、新市庁舎につきましては、北側に岐阜メディアコスモス等が、位置することから、建物の管理がそれらの日照へ及ぼす影響を最小限に抑えつつ、必要な床面積を確保するため、岐阜市新庁舎基本計画案で示しているように、低層部と高層部で構成された建物を想定しております。日照への影響や周辺環境との調和については、さまざまな要素を考慮しつつ、バランスを図りながら設計してまいりたいと考えております。3点目の、維持管理費についてはどういうふうになっているかというご質問でございます。現庁舎を継続して使用した場合、並びに新市庁舎を建設した場合の維持管理コストにつきまして、岐阜市庁舎のあり方検討委員会におきまして、委員の要請がございましたので、資料をお示しし、ご審議をいただいております。参考までに申し上げますと、まず現在の本庁舎を使い続ける場合についてでございます。仮設の庁舎を建設し、アスベスト除去工事を行った上、継続して使い続ける場合につきましては、全体20年間で約260億円ぐらいで、そのうち47億円が、維持管理費ということになります。また、増築庁舎を、設け、アスベスト除去工事及び法令に基づく、設備改修等を実施して使い続ける場合が約290億円。はいはい。新庁舎を建設し、平成33年度から使用開始する場合が約2、維持管理費については20年間で43億円というふうで言っております。4点目の現場視察に、あり方検討委員会がの委員は言ったかというご質問でございます。委員会として、岐阜大学医学部と跡地の視察について、は実施しておりません。しかしながら、希望された委員さんにつきましては、跡地などを担当職員が個別にご案内してご覧いただいております。次に、入札にかかる4点のご質問にお答えいたします。まず1点目の建築設計業務における高額入札があった場合の業者への指導についてでございます。入札金額は各々の業者が技術者の人件費をはじめ手持ち業務など発注時点における業務状況を踏まえた上で当該業務を行うために必要な金額を積算し、決定されるものでございます。しかし、昨年度発注した建築設計業務の中で、予定価格に対し、数倍もの高い入札価格の提示が続いた業者があったことから、当該業者に対しまして、高価格入札に至った積算資料の提出を求めた上で、事情聴取を行いました。今後につきましても、同様の事例が発生した場合には、事情聴取を実施してまいります。2点目の最低制限価格制度における基準値についてのご質問にお答えします。最低制限価格制度は、極端な低入札価格による品質の低下、労働者の賃金低下や下請け業者への支払いなどを防止するため、入札価格が基準価格を下回った場合、入札価格を自動的に無効にするいわゆるダンピングを防止するための制度でございます。本市では今年度からより競争性の高い一般競争入札について、工事につきましては公衆を問わず予定価格1500万円以上の案件まで対象を拡大したところでございます。この一般競争入札の拡大に合わせ、ダンピング防止強化のため、県に順次、最低制限価格制度の対象金額を従来の2500万円から5000万円に引き上げるとともに、基準値である
最低制限価格の算出内容についても見直しを行ったところでございます。3点目の、総合評価落札方式についてでございますが、総合評価 落札方式とは、価格と技術的要素の両面から最も優れた事業者を落札者とする契約方法で、地方自治法で定められた方式でございます。本市では平成18年度から工事を対象に施行導入し、現在予定価格が5000万円以上の一般競争入札の案件について実施しております。この方式では品質確保の観点から、技術的要素である企業能力や配置予定技術者の能力、地域要件などといった評価項目を設定し、その評価点並びに価格と評価点の配点割合については、工事の特性を勘案し、学識経験者で構成された岐阜市建設工事総合評価審査委員会の意見を聞いた上で決定しているところでございます。4点目のプロポーザル方式の参加資格につきましては、国土交通省の通知に基づいた資本関係や人的関係の制限を定めた上で広告をしております。議員ご指摘の案件の共同企業体につきましては、こうした資本人間関係に抵触するものではないものと判断しております。いずれにいたしましても、今後の入札制度のあり方につきましては、競争性、透明性、公正性、さらには品質を確保する中で、本式の入札の状況を見極め、国や県の動向も参考に適切に対応してまいりたいと考えております。あと1点答弁漏れがございました。新市庁舎に関しまして、高島屋の中に、その機能を持っていくのではないかというようなお話のご質問でございますが、現在の、庁舎建設基本計画におきましては、現在5つに分散しております庁舎機能を、集約する、一箇所に集約するという計画でございます。財政部長丹治克之君。老朽化した空き家撤去後の固定資産税の減免についてのご質問にお答えいたします。近年、全国で老朽化した空き家が放置される事案が増加し、大きな社会問題となっております。総務省の統計調査によりますと、全国の空き家数は2013年で820万戸、このうち賃貸、売却用や別荘などを除く、いわゆる放置された空き家は318万戸あると推計されております。人が住まなくなった空き家が放置されますと、家屋の倒壊や屋根の落下の危険、不審者の侵入による犯罪の発生、ゴミの不法投棄、害虫やネズミの発生による不衛生、景観を損なうなど、近隣にさまざまな危険や迷惑が及ぶ恐れがあることから、この空き家問題を行政上の課題として捉え、対策に取り組む事態が増えております。本市におきましても、本年3月に岐阜市空き家等の適正管理に関する条例を制定し、市民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図ることを目的とした対策強化の取り組みを開始したところでございます。そうした中、議員からご案内がありましたように、福岡県豊前市では、今年6月、議員提案により、豊前市老朽危険家屋等の
除去後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例というものが制定されました。その内容はご案内ありましたとおり、老朽化して危険と判定を受け、一定の要件を満たした空き家を撤去した場合には、住宅用地の特例が適用された税額を根拠として、一定の率で算出された額を原則10年間減免するというものであります。しかし、この制度の問題点の一つは、空き家を適正管理している者が取り壊した場合には、減免の適用がなく、管理をせず危険な状態のまま放置していた者が取り壊した場合には、減免を受けられるというようなことになり、ちょっと税負担の公平を欠くこと、2点目としまして、税の減免を受けるため、あえて空き家が危険な状態になるまで放置することなど助長しかねない、そのような点が懸念されるところであります。先の国会で空き家等対策の推進に関する特別措置法が可決成立し、この問題については国においても議論が行われ、対策が講じられることとなりました。新聞報道によりますと、その具体的な対策の一つとして、市町村が危険性が高いと判断した一定の空き家について、固定資産の軽減対象から除外することにより、こうした空き家の取り壊し等を促す制度が盛り込まれ、早ければ平成28年度実施を目指すというような記事も掲載されたところでございます。いずれにいたしましても、この特別措置法において、今後、国及び地方公共団体は、空き家等に対する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置を講ずるというふうに言われておりますので、国の方針を踏まえて対応してまいりたいと考えております。防災官兼都市防災部長中川俊彦君。土砂災害警戒区域内における公共施設等の安全対策に関する2点のご質問にお答えいたします。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づきまして、県が指定告示します土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン、および土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンにつきましては、現在市内452箇所が指定されており、年度内には市内すべての危険箇所が指定され、合計608箇所となる見込みでございます。1点目のご質問の土砂災害警戒区域内にある私有施設につきましては、市全域で指定告示が行われますと、公衆トイレ、東屋を除き71施設が警戒区域となる見込みでございます。またその他の建築物につきましては、正確には把握できてはおりませんが、地図上で確認いたしましたところ、約1万6000棟が警戒区域内に位置することになると推測されます。2点目の土砂災害警戒区域等に指定された地域への周知徹底への取り組みについてでございます。どこが警戒区域に指定されているのか、また自分の住んでいる場所が警戒区域に指定されているのかを市民の皆様に知っていただくことが重要であると考えております。本市におきましては、平成25年度に県から土砂災害警戒区域等の指定告示を受けました長良川以北の一部を除く地域につきまして、土砂災害ハザードマップを作成し、市ホームページ上で公表するとともに、対象地域への全戸配布を本年10月末までに完了したところでございます。また長良川以南の地域および長良川以北の一部地域につきましても、年度内に土砂災害ハザードマップの公表配布ができるよう現在作業を進めているところでございます。引き続き土砂災害警戒区域に関する情報を広く市民に周知してまいります。さらに土砂災害の危険性が高まった場合におきましては、防災行政無線、市のホームページ、緊急速報メール、防災ラジオ、広報車などのさまざまな情報伝達手段を活用し、
土砂災害警戒区域等に指定された地域にお住まいの皆様が迅速かつ的確な避難行動を取っていただけるようきめ細かな情報の提供に努めてまいります。市民病院長富田栄一君。ジェネリック薬品の使用についてお答えいたします。後発薬品いわゆるジェネリック薬品は先発薬品と同一の有効成分を同一量を含み効能効果や用法用量も基本的には変わらないものでございます。治療学的に同等でありながら研究開発に要する費用が低く抑えられることから先発医薬品に比べて薬価が安くなっております。厚生労働省が発表した平成25年度医療費の動向によりますと1年間に病気や怪我の治療で全国の医療機関に支払われた医療費は前年度と比較して 2.2% 増の39兆3000億円となり11年連続の増加で過去最高を更新し続けております。75歳以上の1人当たりの年間医療費が92万7000円で74歳以下の20万7000円の 4.5 倍近くになっており超高齢社会を迎え医療費は増加の一途をたどっております。こうした状況を踏まえて医療費を抑制し医療保険財政の健全化に資するものとして国においては都道府県ごとに医療費の支出目標を導入する検討や後発医薬品の普及に積極的に取り組んでおります。後発医薬品についてその使用割合を置き換え率という言葉で表しておりますがこれは後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の合計に占める後発医薬品の数量シェアで求めております。国においてはその割合を向上すべく平成25年4月に後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップが策定され平成30年3月末までに数量シェアを 60% 以上にするという目標が掲げられております。市民病院における後発医薬品の採用につきましては病院内に組織する薬事委員会におきまして他の医療機関での採用状況や製造メーカーからの情報などをもとに順次ジェネリック薬品への切り替えを検討し積極的に進めてまいりました。その結果入院医療で採用するジェネリック薬品の品目数は平成26年9月現在で228品目になっておりこれは1年前に比べて77品目増えております。先に述べた割合で見ますと 67.2% となり国が目標とする 60% を上回っております。また外来患者さんへの院外処方箋は医師がジェネリック薬品への変更に差し支えがあると判断した場合などを除いジェネリック薬品に変更できる様式としその普及に努めております。患者さんにとって効能効果が同等のまま安く購入できることがジェネリック薬品の最も大きなメリットと考えております。また平成26年度の診療報酬改定により入院医療でジェネリック薬品を使う割合に応じて診療報酬の加算も高くなる仕組みとなり安定した病院経営を維持する側面からも使用促進は重要であると認識しております。従いまして患者さんの負担、国の財政、病院の収益それぞれにメリットがありますので今後も国の目標を下回ることのないよう使用頻度が高い先発医薬品の中からジェネリック薬品への切り替えが可能なものを精査して、順次切り替えを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。福祉部長服部剛君。
生活保護受給者のジェネリック医薬品の使用についてのご質問にお答えします。昨年12月の生活保護法の一部改正における医療扶助の適正化に伴い、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用について、今年1月から医師がジェネリック医薬品の使用が可能であると判断した場合は、薬局は原則としてジェネリック医薬品を調剤することと制度上明確化されました。ジェネリック医薬品の使用促進については、これまでも受給者、さらには医師会や薬剤師会などへ理解を求める文書を出しておりましたが、昨年度からは使用促進リーフレットの作成と受給者ごとに具体的な薬品名や軽減できる金額の入ったお薬代負担軽減のご案内を作成し、ケースワーカーが受給者宅に直接訪問して医師・薬剤師に相談するよう進めております。生活保護受給者のジェネリック医薬品の使用割合につきましては、今年9月の診療分で 73.7% でございました。今後も引き続き受給者に対してジェネリック医薬品の使用を進めてまいります。教育長、早川峰夫君。はい、議長。教員の勤務実態についてのご質問いただきました。毎年勤務実態を調査しておりますが、執会で行った、昨年11月12日から18日までの1週間について、平日の平均退校時刻は小学校教員は6時44分、中学校教員は7時37分でした。1日平均で小学校教員は2時間2分、中学校教員は2時間42分時間外勤務をしていることになります。月に換算いたしますと、小学校で40時間、中学校で54時間の時間外ということになります。このほか、平日の持ち帰りの仕事は小学校で32分、中学校が27分あります。さらに中学校では土日の部活動のほか、生徒指導やいじめがあれば、保護者と連絡を取り、深夜までの対応になることも月に何度かはあります。子育て真っ最中の先生は、留守家庭児童会に自分の子を急いで迎えに行き、子どもが寝てから学級の子のノートを見る人もいれば、深夜まで生徒指導に当たる中学校の先生もおり、これらはあくまでも平均であって、年齢や役職、家庭状況によって働き方が違いがありますが、忙しいという点においては同じです。二つ目、その原因についてですが、原因は多岐にわたります。世の中で大きな事件事故が起こるたびに、新しい教育の必要性が叫ばれ、その都度学校は対応を迫られます。教科だけを教えていればいいという状況にはありません。昔は一斉指導でしたが、今は一人一人への対応が必要です。相対評価から絶対評価に変わり、授業では毎時間一人一人の子どもの評価をしています。発達障害の理解にも進み、そのための個別指導が欠かせません。少子化の中で親の我が子に対する期待感も高まり、学校に対する要求も確実に増えています。中には理不尽で手に負えないものもあります。昔は多少なりとも尊敬されていた職業ですが、今は社会的な見方も変わってきました。先生という仕事は、仕事と日常生活の境目が曖昧で、尊いことではありますが、子どもたちのためなら際限なく努力してしまうということがあります。教員の仕事はここまでやればよいという基準がありません。子どもや保護者、さらに社会の期待に応えようとすればするほど時間外が増える傾向があるのは事実です。3番目、そうした中で市内の教員の、健康の問題ですが、休職者数は23年度は9名、24年度は12名、25年度は13名、今年度は11月末で8名になっております。25年度の例を挙げますと、休職者13名のうち、精神疾患が12名、視床病が1名でした。勤務時間と心身の故障についての因果関係を明らかにすることは簡単ではございませんが、精神疾患の原因については、勤務時間というより、子どもとの関係づくりが主な要因になっている例が多いように受け止めております。4点目、解消に向けた対策ですが、毎年2校をモデル校として多忙化解消アクションプランを推進しております。一人一人が毎日、
過勤務時間を記録し、自己管理意識を高めるようにするとともに、管理職が全員の超過勤務時間を把握し、心配な職員と面談する時間を設けるなどの取り組みを行いました。また会議を精選することで、教材研究や、事務処理に充てる時間を確保できるようにしました。ノー残業デーを月に2回程度設けて、みんなで早く帰宅するようにもしました。まあ、成果として学年で声を掛け合って早い時刻に帰宅できるようになり、家族と過ごす時間が増えたとか、前年比で 11% 時間外が減少したとかという声がありました。まあ、調査の結果明らかになったのは、忙しい学校はみんな忙しがっている、それは対抗時刻を管理する時間では残業時間が短い、学校の取り組み次第では効率が図れるということです。まあ、ぜひ校長先生方にはマネジメント力を発揮していただき、業務の効率化に取り組んでいただきたいと思っております。まあ、忙しい原因は外的な要因が主ですが、まあ、だからといってそのせいばかりにしていてはなかなか改善は図れないので、会議の効率化、掲示物の簡素化などまだまだ校内で手をつける可能性はあると思っております。教員が心身とも健康で元気でないと子どもたちにも元気が出ません。地域の方々もそうした教員の置かれた立場状況をご理解いただき、ご支援していただければと思っております。以上でございます。26番服部勝弘君。再質問を行います。まず新庁舎建設に関わる問題についてでありますが、まあ、実に驚きました。市庁舎を司町に移すという条例案が今出されているのに、ほんで審議された委員さんに現地案内したりして説明をしてない、まあ、聞かれなかったこともあるかも。普通ね、建てる場所というのは、これはあそこにあるということは頭で分かっておりますよ。大体そこが空いてるということも分かるんですけど、やはり建てようとすると現地行っていろいろな角度からここでいいかどうか検証してね、やらなきゃならない。その一番基本中のことを やらずにあそこへ移しますということが最適でしたような回答を出す方もおかしいし、説明もしなんだもおかしい。ちょっと緊張感が欠け取らへんかね。一般の家建てる場合でも、そら、ね、隣との酒屋とか近所の関係がある、高さによっては日陰もあるとか、いろいろの形で見るわけ。例えば、同じ敷地決めるにおいても、季節によったり時期によって、日当たり時間や何か違いますもんね。僕、昔よく携わった時に、敷地決める場合、冬見に行ってみなさい、夏見に行ってんだ。それによって違うよと。やっぱり時期ずらしても見に行く必要があるでしょうし、やっぱり近所の意見も聞かなあかんとか、いろいろそういうことをアドバイスしがてら、最終的には無理に進めたらあかんで、ご自身、住まれるご自身が、決断出されるわけですけど、ねえ、市の41万人が利用する100年の体験だった100年に1回の大事業という事業、その建築場所に、初めに司ありきというような答弁、結論、現地も見ずに決めたんだ。あそこがあるということ、空き地があるということは分かっとる。そんな分かっとるでいいという話じゃない。現地見ていろんな角度から、やっぱり幅とか、そのスペースとかね、日当たりとか何か、当然こんなもん、どこの建築屋でもやらせるよ。こんな200億とも言われる、20回とも言われるような、4万1000平米というような大きな建物を建てる場所を決める現場において、ねえ、現地説明、現地視察もしてない、それで決めました、ここが最適時、参った口が塞がらんということ、まさにこういうことだと思いますが、なぜ行かれなかったのか、説明しなかったのか、この点再質問できておきます。それからですね、メンバー構成のことも言いましたが、まあ、選ばれた人は優秀な人ばっかりですが、人数が少ない、ね、この種の議論をするには、やっぱり、まあ、議会の選出の議員もおられるわけですが、もうちょっと幅広く、まあ、少なくとも30名ぐらいの委員が必要ではなかったと思うんですね、なかったと思うんですね。
なかったかと。ほんで、なら若い人の意見がありましたが、これメンバーで一番年の若い人、何歳の方でしたか。ちょっとそれもお聞きします。そして、やっぱり中心部に作るということはいいとしても、郊外に住んでおられる方もあるね。郊外に住んでおられる方はやっぱりここへ来ることに対していろいろ問題もあるし、そういうことを考えますと、そういう地域に、地域バランスも考えて選ばれた委員さんであるかということ、これもやっぱり疑問が残るね。で、やっぱり総合的にはいろんな角度から議論して決めましたというならいいけど、ちょっと結論を急いだ決め方ではなかったでしょうか。この点について、いかがですか。これでいいと言われるのか、ちょっとやっぱりそういう点、ちょっと、手押しがあったと思われるか、ちょっとその辺の見解も求めております。まあ、時間の関係もあるので、ちょっと、まずその2点を再質問で聞いておきます。それからですね、入札の問題ですね。これはね、前から僕、当初に、毎月この例の設計入札の、入札調書も見とるんですけど、まあ、そういう業者に説明したという話であるわけで、ちっとも改善されてないんです。例えば、9月の26日に入札を行われたある物件でもですね、最低価格を入れて落札者が150万ほど。ほんで、これは6社ほど指名されているんですが、最高入札者が700万の筆、金額を入れてみるんですね。まあ、設計業務というのは、普通の建築と違って、材料いらへん。鉄骨や木材や、ね、セメントいるわけやね、砂利がいるわけやね。大体人件費ばっかです。それがなんでこれ、予定価格に対して 3.84 倍。まあ、入札価格はちょっと安入れられたもんで、金額少ないとしても、入札価格で言っても 4.5 倍の開きがある。これまあ9月の終わりに行われたばっかです。まだ10月の3日に行われた入札でもそうですね。落札者の金額は748万に対して最高、これは実社が示されておりますが、最高金額を入れられたの、2888万円。考えられんですよ、この。だから先ほど申し上げたように、適当な数字を入れて入札したという、それしか思えんですよ。普通ね、僕よくいろいろそういう業者の人も聞くと、やっぱり、損したらあかんし、いろいろ自分のこの実行予算というのを組んで、こんなら、責任を持った仕事ができる。まあ、ある程度の利益もあると。そういうことをしっかり、会社の、名前で入札するわけですから、検証した上で入札しますよと、金額書きますよ。そういうことを、まあ、ほとんどの業者から僕聞いてるんですけど、どうなんでしょうか。この設計部門については、こういうことが指導したと言われるんですけど、まあ、これ、まだ11月分の、まあ、この間請求したばかりで私の手元に戻ってないけど、9月でも10月でもこういうことが、頻繁にあるんですよ、これ。3倍も4倍も、開くがあるよね。だから、どう見ても真面目に僕は入札したと思えないわけであります。やっぱりしっかり対応してもらえないと、せっかくの神聖な入札制度が。ねえ。愚弄されたということになりかねえんですが、いっぺん、ちょっとその点をしっかり、どのように取り組むか検証してますということでは、これ、答えが出てないので、再度これは具体的な対応についてご答弁を求めたいと思います。まあ、その他、総合評価方式とか、同族会社の問題、最低選択の問題、まあ、いろいろこれは設定の仕方において、工事によっていろいろ問題があると思いますし、これはまあ、永遠の課題ではないかと思うんですね。いいと思った制度でも何かすると、あ、これはあかんということ、僕、つくづくそういうことを感じますけど、まあ、そういうことも、やっぱり研究していただいて、入札される業者も企業努力していただく、また役所の方も、発注する側も適正な、公正な競争と、公平公明な入札において業者を選定していただいていい仕事をやっていただければ、まあ市も助かるし市民も利益を得られる、その結果として業者もまあ適正な利潤を得ていただく、そういうことが大事ではないかと思いますので、まあ先ほど申し上げましたこの入札の方法についてはいろいろな意見を幅広く聞いた上で、より良い制度の改革に向けて、さらに切磋琢磨、努力していただきたいと思います。まあ、総合評価方式もそうですね、いろんな評価でされるということは、まあ、私は当然必要だと思いますが、
金額においてさっき言いましたね、 5% 以上、例えば 10% ぐらいの飛躍があるような業者でも高い方に決まるとなると、これはやっぱり競争性ということから非常に阻害されますし、役所の税金を使ってやる、市民の税金を使ってやる以上は公共事業としてはこれも問題があるかと思いますので、そういう点も一ついろんな角度から検証していただいてやっていただきたい、改革に向けて努力していただきたいと思います。それから土砂災害の警戒区域の問題、まあ、これは本当にいつ災害が起きるかわからんわけですから、まあ、これからいろいろ指定はされますが、現地をよく把握していただいて、ね、万が一の場合は迅速な対応が取れるように一つ関係部署とも連携取り合っていただいて、そういう体制を取っていただきたいと思います。得てすると、ね、役所縦割り行政ですので、私この質問を通告したときに、鳩さん、答弁者書かなあかん、誰が、答弁者を二転三転したんですね、縦割りの中で、こうやってって言われる、そうすると、結局、まあ、それは仕事の分野はそうであっても、災害が起きたときに、市民は例えば役所をかかってきた場合は、役所のそんなこと関係ない、役所として早く埋めてほしいという、それがまあ災害を少しでも少なく抑えるということになると思いますので、縦割り行政で、責任ある 分担の仕事はすることはいいわけですが、全庁的な指令体制、対応体制は、ここへ連絡したらそこ側から指令が落ちて、迅速に対応して被害を最小限度に収めれる、そういう仕組みをぜひこの際、検討していただいて、構築していただきたい、そのことをこれは要望、強く要望しておきます。ゼネリック薬品、これは今、市民病院長さん、福祉部長さんからそれぞれ、ご答弁いただきます。数字的には、まあ、いろいろ試算の仕方は違うとしても、かなり使われているような感じをいたします。まあ、これは非常に結構なことだと思います。まあ、さらに今後、数値を高めるように、また数字的なことだけでなしに、ジェネリック薬品に対するやっぱり、患者側としてはちょっとその信頼度というか、そういう不安もなきにしもあるわけですので、まあ、そういう説明も専門的な分野で説明していただいて、効能は変わらないですとか、安全性も心配ないよという説明をしがてら、まあ、値段的にこの安いもんでできたら、これ使われたなとかやとか、まあ、なんて言ったら、そういう説明責任も果たしていただいて、さらに努力していただく、まあ、福祉面でもそうですね、政府の場合は医療費がただということで、その医療費の占めるあれが非常に多いわけですから、ただだからということで無駄遣いのないように、今後やっぱりそういう制度の中で十分検討していただいて、そういうことに努めていただき、まあ、ちょっと今回は機会がなかったので、あと保険支払いの部分の国保の部分とかいろいろな部分につきましても、まあ、この問題についてはさらに機会を改めて質問したいと思います。それから、まあ、教員の超過勤務の問題について、非常に、まあ、本当に先生方というのは並々ならぬ努力しておられまして大変なんですけど、まあ、先ほども答弁にありましたように区切りがない部分があるんですね、他の業務としては。それがゆえに、まあ、得てして超過勤務もなる、あるいは家へ帰ってからもやられる、土日も部活や何かの指導であるというのは本当に大変だと思います。まあ、しかし生身の体ですし、優秀な人材の皆さん、若いうちに体を壊して、ねその職務を棒に振るというのはあってはならないし、健康のためにもやっぱり勤務時間をある程度時間内に収めるような工夫もしていただいたり、給与も与えていただく、そういう努力を一つしていただきたい。一番心配するのは、今国もその財源の問題でね、最近30人学級を40人にまた戻すとか財務省あたり言っておりますが、まあ、財源的な問題で僕は例えば教員の人員を減らすようなことは絶対あってはならない。やっぱり必要な人員確保は当然やらなきゃならないし、そういう点は他の仕事と違ってやっぱり、特に教師の指導というのは人を育てる重要な仕事ですので、まあ、そういう点も今後まあ、いろんな機会校長会とかいろいろあると思いますが、忌憚のない意見をしていただいてですね、やっぱり先生方が環境のいい、まあ、職場でしかも、まあ、時間も超過勤務にならないような形で、働けるようなそういう環境に努めていただきたいと思います。これは特に要望していきたいと思います。以上で2回目の質問を終わります。
行政部長松野正人君。再質問にお答えいたします。まず、1点目の庁舎関係の、ご質問でございます。まず1つ目の、現地をなぜ視察しなかったかというご質問でございます。有方検討委員会の委員の方また委員会に対しまして、当初、6カ所の、評価値ということで、お示しし、その中で、いろいろな情報、面積とか交通状況など、の情報を、委員さんにお示ししております。その中で検討を行っていただきまして、それで、場所についてご存知のない方につきましては、ご要望がございましたので、ご案内したという経過でございます。次に年齢につきまして、最も若い方の年齢は、就任時48歳でございます。3点目の、メンバーの選び方としてよかったのかどうかというご質問でございます。急いでいたのではないかということでございますが、専門分野、それから、各種団体、それから、年齢層等をも考慮いたしまして、さらに、公募の一般市民の方にも加わっていただくという形で、構成委員に就任していただいたという経緯でございます。次に契約の再質問の方でございます。経営業務における、高い入札をした業者に対してどのように、指導をするのかというご質問でございます。先ほど答弁でお答えいたしましたように、予定価格に対し数倍もの高い入札価格の提示が続いた業者に対しましては、事情聴取を実施していくということでお答えさせていただきました。26番、服部克弘君。高い入札に対して事情聴取するだけでは分からないです。先ほどちょっと2、3、10月の例、9月の例もありまして、それ前から僕発信してるんやけど、改善されてないんですよ。だからその都度結局業者は安易にそういうことを、適当に入れとるというふうに繰りされとるわけですから、それに対してなら高いこの金額、どういう根拠で入れられた、その明細を求めるとか何かやっていかないとわかんないですよ。そうでしょ、3倍、4倍、なら、酒屋見学の入れた人が人件費、給料を3倍、4倍払ってみるかです、そんなことありえんと思うんですよ。いろいろやったら、そのおかしいということはわかるんですけど、やっぱり切り込んで説明せなあかん、ね、ということを言います。そして視聴者の関連で、例の高島南地区、もうあそこに普通フロアを買うなら、ね、視聴者立てるならいらんやないか、見送ったらどうかということを1回目に聞きましたけど、それに対してちょっと答弁がなかったようですので、それだけ求めて質問を終わります。行政部長松野正人君。再々質問にお答えいたします。基本計画におきまして5箇所の機能を1箇所で集めるという計画になっております。
この際、しばらく休憩します。休憩時間はおよそ20分間とします。